ね、地域おこし協力隊、はい、鹿児島市初の地域おこし協力隊、今グリーンパームの方にいらっしゃいます、橋口亮さんです。ではよろしくお願いします。プレッシャーが尋常じゃないですか。周りの先生がすごすぎて。はい、こんばんは。私は地域おこし協力隊として鹿児島初ということで、昨年の12月からここ喜入で活動をしております。今日は、私の名前と、どんな人が来たのか、その辺を覚えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。私はですね、今こちらの上の方にありますグリーンファームというところで働いております。でグリーンファームはですね、広い敷地の中で、野菜の収穫やピザ作りなどの体験ができる施設となっておりまして、そこでイベントの企画、運営、あと広報というのをやっております。これからもグリーンファームよろしくお願いします。でですね、簡単なプロフィールなんですけれども、私鹿児島県で生まれました。で父の仕事の都合でですね、県内を転々としてたんですけれども、まあ見ての通り、まあ田舎ばっかりでしたね。でそんな中で野山を走り回るっていう、そんな生活をずっとやっておりました。でですね、私が幼少の頃好きだったテレビがですね、プロレスと大相撲ですね。というのもこれしか見せてもらえなかったということです。そこで私、プロレスマニア、格闘技マニアですとして、成長していくわけです。でそんな私もですね、大学で沖縄の方に行きました。そこでですね、自然というものに出会ってもうハマってしまってですね、もう海行きまくってキャンプも行きまくって、あと島々を回るっていう、そういう生活をしていました。そういう中で漠然と将来は自然で働きたいなっていう、そういう思いに駆られました。で着いた仕事がパチンコの開発です。はい、まあパチンコ、ここから18禁です。ここでですね、まあ、パチンコ業界叩かれやすいんですけれども、私たちは人を楽しませる、そういう気持ちで、開発しておりました。はい、で具体的な仕事内容といいますのは、パチンコの釘の設計です。100分の1ミリ単位で釘を配置していくという細かな作業でした。でそこで私が培ったスキルがですね、まあ、釘を見たら何度曲がっているかっていうのが瞬時に分かるっていうスキルですね。これを今後 DIY で活かせるかどうかは分かりません。でそんな私も結婚しました。で2人の子供も生まれました。で仕事もですね、ある程度楽しくて順調だったんですけれども、何かが足りないと、今回違和感があったんですね。で何だろうって思った時に、自然がない、全く自然がないところで育ってしまって、この子供たち面倒申し訳ないなと思ってました。でそんな中ですね、仕事の方でもですね、格闘技愛が伝わってですね、本当に余裕を出作ること言ってきたんですね。で非常にいたしました。でこれでですね、なんかこの自分としてのちょっと夢が叶ったといいますか、ちょっとした達成感もあったんですね。でそんな中、テレビではですね、自然を相手に活躍している方っていうのがすごい気になって、羨ましいなっていうのが感覚がありました。でそんな中、そういう人たちをですね、また調べていくうちに、もう自然に対する情熱というのがバン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 湧いてきてですね、そこでその時にちょうど猪木のね、元気があれば何でもできるっていう、これがですね、心にズバッと刺さってですね、思ったんですよ。もう人生かけて自然極めてやる、そして仙人になろうって思ったんですね。でそこからで仙人化プロジェクトっていうのを自分なりに立ち上げました。で仙人っていうのは何だろう、大自然の超プロフェッショナル、これ別に私がの解釈で、これググっても来れません。まあ要するにですね、そこで仙人化プロジェクトということで、まず田舎に住まんとって思ってですね、移住を決めたんです。でそして妻に言うんですね、仙人になりたいんで移住したい。変わらないですね。その時の妻の反応、声はぁ、ピーターパン症候群かって言われました。妻は看護師です。
ただ降りるわけにもいかないので、もうどうにかこの結婚を説得するために私頑張りました。それが地域おこし協力隊、そして喜入れなんです。なぜ喜入れがいいかと言いますとね、海も山もある、そして町がある、妻の好きなスタバもある、ヒーローもいた。そういうことでね、妻を説得させて晴れて喜入れに住むことができました。ここから私の、宣伝化プロジェクトが始まっていくわけです。まず師匠を見つけるために漁友会に入りました。そこでですね、師匠に出会い、師匠に習い、罠を仕掛けました。初めての罠です。まだ一匹も捕まっておりません。まあここでですね、山に対する極めっていうのを徐々に学んでいっております。そしてですね、空を極める、こちらのグリーンファームで先日行ったイベントなんですけれども、バードスターウォッチみたいなですね、これをやることによって外部講師が来てくださったんですね。はい、師匠ができました、ここで。で、海なんですけれども、海を極める、これはですね、これからちょっと暖かくなってから頑張ります。で、こちらがグリーンファームのイベントなんですけれども、山とかいろいろある中でいろんなイベント年がら年中になってます。で、私企画に携わっているということで、これからですね、私個人のスキルに直結するイベントを企画していこうと思ってます。もちろんお客様も楽しませるつもりです。まあ、こういう活動をしているとですね、自然とですね、地域の人たちと、接する機会が多くてですね、そこでまあ魅力、課題、そして可能性というのをすごい感じるようになってきました。で、私のやりたい自然活動、そういったのを今後結びつけてどう具体化していくか、その辺が今後課題になっていくのかなと思います。ただ、地域おこし協力隊ってですね、長くて最長3年しかないんです。ということはですね、バカになるって、これもね、猪木なんですけれども、バカになることが大事なんですね。要するに、もう周りになって気にせずにがむしゃらに進んでいく、このスタイルが大事なんじゃないかなと思っております。3年しかないね。で、これが今喜入れに来て3ヶ月になるんですけれども、まあいろんな人と出会ってきました。で、その度に自分の未熟さっていうのを痛感しているんですけれども、まだその可能性はたくさんあるということで、まあほとんどの方が人生50年って言って死んでましたけれども、これからは人生100年ということで、どんどんまだ若さをどんどん挑戦していこうと思ってます。ご清聴ありがとうございました。知らなかった。食べてばっかりかと思って食べてばっかりのところしか見てないですけど、こんな、いろんなこと考えて喜入れに来ていただけたなんて、さあびっくりしました。もう頭が上がります。サバイブ、そこチェック入れたね。ナイスフォロー。奥さんも子供も知ってるんですけど、めっちゃいい奥さん、そしてめっちゃいい子供さん、どうしたらあんな子供さん育てられるのかなっていつも聞くんですよ。なんでですか？父の背中でしょ。いつも答えます。本当にね、ようこそ来てくださいました。本当にありがとうございました。本当に奥さんと子供、今日さんと奥さんちょっといらっしゃってないんですけど、今度はぜひまた写真が出たから、あ、これだったんですよ。そうか、あれはすいません、皆さんオフレコだったんですよ。あれはね、ちょっと出せないかなっていう感じなので、皆さんそこはもうシークレットでお願いします。はい、ではありがとうございました。